続きまして、はい、17番ホール、403ヤードパー4。左ドッグで左側 OB です。左側が OB でございます。さあさて、それでは初めて来たコースなんで、カイトなりのコース攻略。あー、左 OB ですね。右隣のホールですね。おっと、グリーンは真正面にございまして、カート道があって、あのカート道のやや右側からドロー最高入ってことでございます。さあお願いします。ちょっとティー前で打とう。ちょっとティー前で打ちます。このホールだけはこれからでいい。よっ、来た。コネクティング、コネクティングいただきました。ちょっとこのホールだけはすいません。あれです、ティーマークより前から、ティーマークミーボの関係でティーマークよりワンクラブ分前から打ちます。まっすぐでいいの？まっすぐで、はい、左が OB だよ。 OK、 大丈夫、さっき危なかったよ。大丈夫。よいしょー、ヘッドスピード 50.3。 おー、めっちゃヒールだった。キャリー254。もうさっきとキャリー変わってないけど大丈夫。ヒールだったからほら、ミート率 1.41 しか出たよ。しゃあないっす、まあ、コース行ったらね、こんなもんですよ。いいんです、当たりは関係ない。そう、狙ったとこ飛べばいいんです。左行かさないためにちょっとね、ヒールスライス気味のイメージだったんで問題ないです。左は怖がりません、僕は。CPOB 持ってくるからかかってこいだから。いや、めっちゃ左嫌がっとるやん。めっちゃ左嫌がった。ヘッドスピードやば、 54.2。 マン早っ、70マン早です。いや、しょぼいですね。いやいや、十分でしょ。まあトラックマンよりはちょっとボールスピードとか出やすい、うん、けどキャリーは結構厳しいよ。そうね、うん、キャリーはマジで合ってる。そう、キャリー厳しめ。そう、合ってる合ってる。じゃあアマチュア頑張ります。お願いします。お願いします。まあ今見てる人はね、本当にアマチュアかって思ってると思う。いやいやいや、うん、右まっすぐ、右からの風来てるから大丈夫でしょう。はい、今のがヘッドスピード45、ミート率 1.52 でた。 1.52、当たり良かったですか。うん、当たりは良かったけど、右まっすぐ。まあナイスショットでした。ありがとうございます。さすが、さすがプロ。ああ、あれだ。これ無理ですね。これはチョンらしいっすか。そうですね、ユーティリティでちょん出しと、はい、テルテル、そっち出すよ。これはもう無理ですね。ナイスアウトです。ありがとうございます。狙い通りフェアウェイに、はい、何ヤード何番ですか。105ヤードフォロー52。届く、超えるじゃなくて。だね。決めれる自信はない、このラインで。うまい、マジ。うわ、うまっ、完璧やん。やるな。ちょっと走ります。あった、あった、あった。はい、降ります。死にます。終わったね。チーンだね。でも手前に刻みますね、これ。刻み？いや、でも見えてるよ、グリーン。やるやる。出すだけ。とりあえずね。はい。何？そうだね。ごめんなさいしよう。ごめんなさい。はい。どうぞ。何番で打ちますか？9番で。はい、9番。飛んでします。ナイスアウト。はい。小林さんの3打目、はい、80はどこですか。86です。3打ですか。52度。風がかなりフォロー、風フォローですね。ピン手前、これ難しいですね。砲台だし、なかなか止めらんない状況ですね。
エッジまでは多分80ぐらいですね、エッジ。ちょっと噛んだ、ちょっと噛みましたね、手前。噛みましたね。この辺は難しいですよね。フォローだから、今思いっきり緩みました緩みましたこの風の対処っていうのは僕も苦手なんですけど、アマチュアにとってやっぱり風は敵、大敵です。難しいと思いますね。なんかリズムも狂うし、はい、だからまずは自分がこうミスしない、しっかり打つっていうのはまずやっぱ必要ですよね。それで風でなんか流されちゃったらもうしょうがないって思うぐらいじゃないと難しくなっちゃう。グリップの強さって何か気にかけてることとかってあるんですか？グリップの強さ、普通の時ですか？普通のショットでこれぐらいフォローの時、あ、風の時ですか？はい、いや、あんま変えてない。ありがとうございます。変えてはいないですけど、でもやっぱりこう強くなりやすいので力まないようにっていうのは意識しますね。あ、どうしてもなんかこうギュッて力入ったり、はいはいはい、ふわっとこう逆に緩みすぎたり、まあ左はやっぱりしっかり握りますね。あ、ただやっぱ握りすぎるとこうコックが浅くなっちゃったりとかするので、うん、まあ、そこはなるべくいつも通りっていうイメージで、はい、あ、さあこれも、ね、まあこの時期特有のこの薄いラインですね。しかも放題、まあただ手前この状況ならワンクッションは使えます。うん、あー惜しい、まあ、ちょっと手前から入りましたけど、ね、惜しかったですね。いや、カメラ回ると気を直すはい、カイト君、はい、3打目ですね。ここまで持ってこれたらね、レイアップってよりか全然いい感じだったね。そうっすね、空いてたから60度54度、はい、ワンクッション、ツークッション、1、2、おお、宣言通り激うま。ナイス。今日うまいね。54いいね。アプローチすごく54いいの。54がいいね。なんかね、アプローチ最近ダメって言ってたけど、54でアプローチしたら結構いい感じね。はい、小林さん。はい、5打目はパターで。怖いので。はい。まあもうこの状況だったらね、全然パターでいいと思います。はい、うん、いこ。オッケーオッケー、上りつけましたはい、お先パー。じゃあ、ファイルが先やっちゃいます。はい、お願いします。ちょっとガチでこれ絶対ちゃん使うんでしょ横張ってるじゃん。ちゃんと使うんでしょう。あ、先じゃあ。あれ。あれ。あれ。オッケー。オッケー。そういう時もあるね。そういう時もあるよ。ゴルフだもん。ゴルフだから。入んないのが普通だから。早く打って。うまい。おっしー、うまい。重たかった。逆目か、うん、ナイスパー。あざっす。あったね。やったね、パー。やったね。ナイスパー。ありがとう。はい、ということで、はい、小林さんのクラブセッティングをちょっと見ていこうかなと、はい、見させていただこうかなと思います、はい。まず下からちょっと見ていきます。はい、ですね、今日はめちゃくちゃ本数入ってます。いっぱい入ってますはい、まずウェッジ、はい、テーラーメイドハイトーの60度、そして
SM7 ですね。はい。黒メッキかっこいいですね。58度、56度、52度と。はい。これ4本はどういう風に使い分けを普段されてますか？そうですね。普段は4本入ってない感じですか？普段は今まで最近ずっとあの525660の3本だったんですけど、はいはい、525660 4度ピッチで、はい、そうですね、はい、あの初めて大体1年ぐらいの時は58度使ってたんですけど、はい、あのやっぱり難しくて、難しい、あんまりにもあのトップをして、うん、あのグリーン周りから OB をするっていうミスが、はい、やっぱり多かったので、うん、やっぱり56度の方が最初は優しいんじゃないって言われて、まあ、始めてすぐに56度に変えてずっとやってたんですけど、例えばガードバンカーで顎が高かったりとか、砲台グリーンの時にちょっと56度だとそんなにこう自分がフェース開いてとかそんなコントロールができるほど器用じゃないので、だったら最初からロフト開いてる方がいいかなと思って60度をここ1年ぐらい使ってその3本体制だったんですけど、最近58度が練習したら少しずつ打てるようになってきたので、であれば52と58の2本にして、2本に、はいはい、ピッチングと52度の間に1本、なるほど、48とかを入れようかなと、そうですね、入れた3本体制に変えようかなって今ちょっと考えているところです、はい、そしてあ、ごめんなさい、シャフトをちょっと見させてもらいます、はい、S200 です、ダイナミックゴールド S200、 はい、で56と52も一緒です、もう一緒ですね、はい、S200 が入っています。ちなみにこの56度はあの、はい、カイトにもらったやつです。あ、そうなんですね、はい、カイトにもらったんだけどあの使わなくなっちゃうかもしれないカイトも新しいのできてますね、はい、そして、アイアンが、まあ、ピッチングから P9,8,7,6,5,4 までと、はい、Z785 キャビ、はい、ハーフキャビティのモデルですね、はい、そしてシャフトはちなみにシャフトは一緒ですね、 S200 ですか、はい、同じ S200、 同じ S200 です、はい、でグリップも松山くんと全く同じしてます、はいはい、そしてユーティリティ、はい、アイアン型です。そうですね、今すごい迷ってて、2本入ってます。もともとこの G400 の3番のユーティリティを19度ですね、はい、使ってます、はい、個人的にはアイアンの方が得意なので、はい、ちょっとアイアン型のを試してみようかなと思って、はい、ちょっと2本入れてるんですけど、20度のアイアン型ユーティリティ、ね、はい、これもヘッドは一緒ですね。ヘッド一緒ですね。でシャフトがちょっと違くて、シャフトは S200 とNS の 950S で両方とも DST ですね、はい、で今はまあどっちがいいんだろうかって言って、はい、なるほど、ちょっと試しに使っていただきます、はい、そしてフェアウェイウッドが、うん、はい、1本ですね、1本初代 M2 ですね、ですね、15度、はい、そしてこれは珍しいですねこれちょっとわがまま言ってなかなかないパターンですけど、これあのピンの純正のツアーシャフトなんですけど、はい、75X、はい、5番ウッドの、もともとクリークに入ってたやつですね。そうですね、はい、短さのやつを3番ウッドに刺して、はい、まあ、気持ち的には4番ウッドのイメージで、はいはい、やっぱり 42.5 インチぐらいになってる。そうですね、それぐらいです、うん、どうしても3番ウッド難しいなっていうイメージの方が多かったので、はい、球が上がらないイメージとかですか、ね、なのでちょっと短くしたら操作性を出して、メンタル気持ち的にも気持ち的にもそれはありますよね。短いことによるこう安心感みたいなのは、うん、それで当たるようになってくれたので、はい、結構今ではあの武器になってます。そうですね、はい、そしてドライバー、はい、はい、ドライバーは G400、はい、ノーマルの、LST ですね。ですね、もともとやっぱりスピン量がすごい多いので、はい、ロースピンモデルで、はい、ロフトは、8.5 を1度立ててます。8.5を1度立てて、はい、7.5 になってるってことですか。ですね、あ、じゃあ1度、1度増やして、そうですね、9.5 です、ね、はい、でシャフトが、75S ですね、純正の 75S、はい、をちょっと短くして 44.75 してます、はい、新しい4インチ丸は打ちましたそうですね、打ってみたんですけど、まあ、400の個人的には400のこう柔らかい打感の方が好きだなと思ったので変えずにいます。なるほど、わかりました。ただちょっと今こっちに気になってます。違うこれね、座りいいんですよ ね、すごい良かったです。あ、ちょっと物欲の神が小さいですあとパターですね、はい、スパイダー、スパイダーですね、流行りに乗ってショートネックの、はい、このヘッドかっこいいんですね。かっこいいですよね。まあ、ずっとあの初代の、赤の
スパイダーを使ってたんですけど、はい、新しいのに変えたっていう感じです。ちょっとヘッドが軽かった、はい、軽くて、はい、鉛を張って重くしたということですね。もうね、クロシャフトってかっこいいんですよね。かっこいいですよね。前回あの井口さん出てもらった時もピンのなんか売ってない限定のバター使ってて、クロシャフトで、あ、見ました見ました。めっちゃかっこいいんですよねただただ黒くしたいなって僕も思いました。ただなんかもっと入るパターがあれば探してます今日もショートカット外しまくって高麗グリーンで難しいのもありますし、ね、はい、じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、皆さん今回もご視聴ありがとうございました、はい、僕らはどこでもすっ飛んでいきますいきます行きます、はい、よろしくお願いします。8番アイアン、8番キーよかった。全然カメラにやられてるよじゃあどっちが結果が良かったか、そういうのじゃないんだ、ね、入れちゃうから一緒だから、上がったら一緒だから。あー惜しい , 笑っちゃってる自分。グリーンは12フィートぐらいあります。